今日はマイクのちょっと聞き比べというのを初めてやってみようということなんですけれども、うん、シェアの、まあ、通称 5% ですね。 SM58 っていう。何がいいかって、はい、あ、聞きましょう。壊れないどうしても壊れない。壊れない、丈夫。これコンデンサーマイクっていうのはその振動板がすごいデリケートなんですよ。一応足りない機材は自分で作ってる。へえ、リスペクト。へえ、これ両方とも重たくてずっと長い時間私持ってらんないな手プルプルしちゃうな。そうなんだ。なんていう名前、メーカーなんて書いてあるんだろう。これ、ね、ダッチマンオーディオマイクロフォン。あ、すごい英語させる。多分ユーロなんで、ね、ヨーロッパの方ので作ってるんじゃないですかね。よくね、型番がね、この DA87i ですかね。 87i はみんな一緒じゃん。本当だ、じゃあもう本当にリスペクト商品なわけです ね。へえ、ちょっとこのスイッチのところはまた後で、はい、解説してもらいたいなと思うんですけども、はい、忘れていますが、こちら、うん、それはね、ロードっていう会社のね、うんうん、オーストラリアのマイクメーカーなんですけど、それ比較的マイクメーカーとして新しい、まあ新しいっつってももうね、結構な起業してから経ってますけれど、うんうん、マイクロフォンメーカーとしては老舗なところではない。だけれど非常にねコストパフォーマンスのいいマイクをたくさん作ってて、でこれは NT2 っていうコンデンサーマイクなんですけど、うちのスタジオなんかも最初にスタジオを作った時はこれ結構使ってました。なんか例えばサウンドハウスとか初めてのレコーディング、お家でレコーディング、コンデンサーマイク買うぞっていう時に、うん、このロードのシリーズがたくさん出てくるイメージがあるんですよね。だからそういう初心者でもそこそこのクオリティのマイクが買えるというのがロードのいいところです。いいところなんだ。いいところでございます。へえ、まあ お値段、そう、お値段もお手頃、お手頃だし、うん、で、まあまあな音でちゃんと音も取れるし、ちょっと楽しみですね、聞き比べが。で、ちょっと一点私も気になったんですけど、それぞれコンデンサーマイクにスイッチがたくさんあって、うんうん、今まで紹介してたこのライブ用のハンドタイプのマイクとかと比べてなんかいろいろあるなと思うんですけど、これは何なんですか？これはね、例えば、まあ、この本物、うん、ノイマンだと、はい、まあ、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、これはここにスライドスイッチだったんですね。で、これここの表のスライドスイッチっていうのはこう8の字になってる、8の絵が描いてあったり丸が描いてあったり、はいはい、ハートマークが描いてあったりするわけですけど、これはマイクのね指向性を切り替えるスイッチなの。はい、うん、あ、これ知らなかった。これ絵が変わるの知らなかった絵が変わる。そうそう、楽しい。そこが本物のあれですの今はこれそれと比べるとすごい機械的で面白くないです。これただの通知ですもんね。そう、普通はもうここにこう印刷されてて、これもそうだけれど、こうだってロードなんか2つですよ。だってそう、これ2つか3つかどっちかなんですよ。だいたいこの手のマイクって指向性をなくす切り替えのスイッチと、それから正面しか入れない指向性をつけたスイッチと、で、ノイマンの場合は、双方向、例えばこう立てた時にすごいガッツリここ触っていいんだ、まあ、ここは大事、はい、こっちの表と裏と、例えばこういうふうに対面で喋る時に両方がこう取れるようにするモードっていうのがこの8の字の絵が描いてある。よくスタジオの中で対談するときにそのモードでこっちとあっちで喋る。そっかそっか、そう、 これそうすればこの一本で向こう側の人とも話すことができるし、うちでラジオなんかを収録してるときはゲストが来るときはそれを8の字のところに合わせるマイクは。ちなみにこの後ろのやつは何なんですか？後ろはね、パッド、こっちのこの10とかね、まあ物によっては10とか20とか書いてあるんだけど、あ、書いてあるわ、うん、
これは例えばドラムとか音が大きい音を拾うときに音割れしないようにこう音が大きい音を取るとき減衰させるスイッチ、その音の振動を10デシベルちっちゃくするよ。そう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 、なるほど。 そういうスイッチは必ずコンデンサーの場合はあのダイナミックマイクと違って感度がいいから、こういうアテネーターのスイッチはついてる必ず。あともう一個のこっちは、これは例えばボーカルとかをこう近くで撮るときとかに、うん、これローカットって言って、うん、めっちゃどんどん寄るローカット の、 あの下の例えばこう他のダイナミックマイクもそうだけど、うん、ボーカル撮るときに例えばこう近づけるじゃない、うん、近づけると低音がこうだんだん強調されてくるのね。離せば低音がこうだんだんこう、ね、あの小さくなってって撮れなくなってくるんだけど、まあ、そういう特性があるわけですよ、うんうん、で近くでこう例えばボーカルを撮ったときに、うん、下がこうモコモコ言い過ぎたりとか、ね、低音が響きすぎちゃったりすると、その時にこのローカットフィルターをスイッチ入れる。そうすると比較的その下の、うん、大体あのうんとうんと下の低音の方がそれでカットされるんで、うん、ちょっとスッキリする。通常だとミキサーでやってることがある程度マイクでできてしまうという。そうです、ね、それって実際はどうなんですか？いやでもあのマイクのミキサーの方でそのなんだろうレベルを下げた方がいいのか、マイクの方で直接すぐ下げといた方がいいのか。うんとね、マイクあのミキサーも基本そのローカットのフィルターとかスイッチはついてるね、うん、大体のちゃんとしたマイク、うんうん、あのマイクあのレコーディングミキサーとかその PA 用のミキサーはで、それでも落ちないときはもうこういうのでスイッチで落としたりとか、まあ、多分この設計したときに一番適正な数値のそのカット数とかですね、うん、その減衰数の乗数を作って計算して多分作ってるんで、このマイクならではの、まあ、減衰でありローカットができるというところに特徴があるんじゃないですかね。なるほどな。じゃあ比較的どんな声の方にもどんな声量の人でも比較的使いやすい、え、うん、そんなことない、うん、まあそうだね、一概に言えない、うん、でもあのそれはある程度そのマイクによって感度も違うし。なるほどな、うん、あとはそのレコーディングされる方がどういう音を望んでいるかによってもかなりそのアーティストの方にしろやっぱりそのどういう楽曲にしろ どのマイクを選ぶかっていうのはそのそれのその企画の段階でじゃあこのマイク使おうとかというそういうふうな選び方は、まあ、ミュージシャンがそういうのこだわる部分もあるし、逆にそのレコーディングエンジニアが好きなマイクを使ったりとかするし。なるほど。じゃあちょっと質問なんですけど、質問ばっかりですけどだって全部マイクだからどれだってレコーディングすればいい、うん、じゃあこれはまあ物理的に持って歌うのは難しいマイクですから繊細ですし重たいし、そもそもじゃあこの3本はなしでいいですよ、じゃあもういいですよ、これもいいですよ、うん、ね、この4本はじゃあいいですよ、これをレコーディングで使うこともある、全部使うこともある、あり、うん、あり、ゴッパーもあり、ゴッパーは結構ねうちレコーディングで結構使ってる、ボーカル取りのに、あのそのゴッパーダイナミックマイクって感度がやっぱ低いから、逆に感度が低いっていうのはその近くの音しか拾わないんで、せーので、例えば3ピースのバンドとかはバン、まあ、スタジオに入ってジャーンって出して、でそこでボーカルを同時に取ったりとかするときに、あのコンデンサーマイクじゃ取れない、その楽器の音が全部入っちゃうから。間仕切りとかがあるようなスタジオだったら、そういう分かれてるスタジオだったらそうだけど、いいけど一つの箱の中で一緒にドンってレコーディングするときは、うん、には逆にボーカルは逆にこう、うん、こういうあのダイナミックマイクのボーカルの方がマイクの方が取りやすい。ああ、うん、そういうものなんだ。だからそういうレコーディングもあるし、普通はねあのオケとかねそのベースになるバックミュージックを作ってから最後にボーカルとかコーラスを載せたりとかするんだけど、うん、あの弾き語りとか一発撮りなんかの場合はやっぱせーのでボーカルまで撮っちゃうんで、うん、そういう時にはこれを作る。なるほど。奥村さんは、まあ、こういう機材とかを作るのがお仕事だとさっきおっしゃってたじゃないですか。仕事というか仕事に付随してやっぱりあの足りないもの、売ってないもの、やっぱり高価なのでなかなか買えないものだからそれをやっぱり自作しようっていうことですね。それがまあ作るのは製造業ではないので。あ、そっかそっか、はい、
なかったから作る。必要に迫られてやっぱり作って、必要に迫られてハンダゴテをもう小学生の頃からハンダゴテは持ってるんでやってましたね。そういうのを作る中では、この、こういうマイクを作るキットみたいなのって今までも普通に売ってるものなんです。これが初めて。よくある。多分マイクのキットっていうのは昔からあったんですかね。あんまり聞かなかったです。あんまり聞かないですよね、よく昔はね、ラジオのキットとかですね。ラジオ、ラジオ、ラジオ、ゲームラジオ、そうですね。キットはよく我々が中学生とかの頃は必ず高サビだけどね、技術家庭科の時間とかでラジオを作らされたりとか。すごい。それでその時にハンダゴテもこう使わなくちゃいけないわけだよ。授業で私もハンダゴテ使ったことありますけど、ラジオは作ってないかな。多分昔の技術家庭科の時間にそういう風な男子はラジオを作るとかあったんですね。女子は家庭科とか。そうそう、女子は家庭科で。なるほど、そうなんだ。じゃあでもなかなかないちょっと貴重なものっちゃは貴重なものですよね。このどこの名前忘れちゃった何でしたっけ。ダッチマン、ダッチマンの、ダッチマンオーディオ、ダッチマンオーディオは比較的貴重な。そうですね、今アマゾンで検索さっきしたらもうなんか販売中止みたいな感じになってたんで、もう在庫数なくなっちゃって、この後また作るかどうかは分かんないみたいですね。そんなに売れるもんじゃないですね、やっぱり。かなんか本家本元から作れるんじゃないでもなんか、なんか世界標準マイクと言われてるこのノイマンの87、だと私はそう思ってるんですけど、これから比較的ロードの低コストで買えるようなマイクとかも作ってたりする印象が私はあるんですけど、この価値観は、価値観で私のこの考えって正しいですか？どうです、ちょっと違う、これを基準にって。それがなんで基準になってるかって、うちのスタジオの使ってて他のマイクと比べると違うのは、ボーカルをこう撮った時に結構ね、バンドサウンドだろうが何だろうが埋もれないのね、その OK に対して。完全にこう、例えばマイクの特性的にこうフラットなマイク、その上から下まで同じようにこう拾うマイクと、それから特徴があるマイクとはあるんだけれど、別にこのノイマンがフラットに上から下まで全部取るマイクではないんだけれど、ボーカルに限って言うとすごいそのボーカルがこうね、前に出てくる。じゃあだからやっぱり、みんなそのボーカルが入ってる楽曲なんか一番使われてる。ギターを取ってもいい？ギターを取っても全然。この辺も、この辺とか全然、この辺もね、コンデンサーマイクはもう基本的にどういう楽器を取ってもいい。別にボーカルマイクだからってボーカルでしか取らなくちゃダメとかそういうもんじゃないから、いろいろ試してみる。なるほどな。じゃあちょっと早速このマイクたちを試してみましょうか。